おはようございます。4日目の朝です。今日も、ホテルの朝飯で一日を始めたいと思います。はい、ちょっとショックな事案が起きまして、今4日目なんですけど、2日目の途中くらいまで撮ってた動画がどうやら消えちゃったみたいですよね。この GoPro で撮ってたんですけど、なんか自動的に消えちゃったみたいで、今結構へこんでます。で、まあそんなへこみながらも、現在ドンムアン空港に向かってるんですが、もうそろそろ到着なんですけど、このねタクシーの中でこの見るマーク、これ何かっていうと、仏教的な考えでこのマークを車の中にしておけば安全に運転ができるって信じられてるそうです。で、これをするともう一ついいことがあって、たくさんのお客さんがこのタクシーに乗ることになるとっていうことでね、これが結構タイとか、あとラオスとか、あとミャンマー、多分カンボジアとかでも結構見られる光景みたいです。タイのタクシーはだいたいトヨタのアルティス、カローラアルティスになってますね。ほぼほぼ 99% そうです。来ました、ドンムアン空港。要するに日本で言うとドンムアンが羽田っぽいやつで、スワンナプームが成田っぽいやつみたいな感覚なんですけど、この国内線の方もめちゃくちゃ充実してて、ドンムアンのさすがだなって感じるのは、で結構な2階とかに、多分1階2階3階建てになってるんですけど、この出発ロビーが2階なんですけど、結構ね、飯屋とかがあります。今回多分ちょっとそこに行く時間ないですけど、すごい充実してますね。で、今なんかこちらの方では、出発ロビーの真ん前では、来月の国王様の儀式に向けていろいろと準備を行っているところです。はい、というわけで無事荷物チェックを通関できました。結構ねたくさんお店が広がってるんですよ。向こうの方にバーガーキングとかも見えたりするんで、とりあえずご飯には困らなさそうですね。で、暇つぶしにも全然困らなさそうな感じがします。僕らのフライトが、12時5分ということで、あと1時間半ぐらいあるんですけど、まあボーディングの時間までまああと1時間ぐらいちょうど、全然大丈夫そうです。すごい、空港内にザ・タイって感じのお寺があります。こちらの品揃えもめちゃくちゃ多い、化粧品の品揃えが。見てください、こちら、そう、一風堂でございます。一風堂、あれ170円である、170バーツであるっすよ。意外と安いっすね。食いたいな。せっかくなんで一風堂食べてみようと思います。うわ、すごい席が、日本って感じですね。これ今見てびっくりしたんですよ、テイクアウェイができるんですね。あー面白いね、テイクアウェイラーメン、いいっすね。なんか見たことないメニュー、ゼロっていうメニューがあって、これがなんかうまそうなんですよ。170なんですよ。しかも普通に白玉とか白丸とか赤丸もあるんですけど、せっかくだから見たことないこのゼロってやつのセット、ゼロってやつに餃子3個ついて水もついてで200っていう、まあ700円くらいですかね。これちょっと頼んでみようかなと思います。はい、来ました、一風堂ゼロセット、ゼロと餃子と一風堂ミネラルウォーター。頼んで2、3分できましたね。やっぱ早いですね、ラーメンは。美味しい、普通に美味しいですね。なんか何なんでしょうね、何なんだろう。ちょっと普通の豚骨のこってり感を薄くした感じ。いや、うまいっす、うまいっす、ゼロうまいっす。はい、餃子も食ってみます。
若干タレがちょっとだけ辛い感じもしますけど、それはそれでうまいですね。ピリ辛で、うん、あ、美味しい。餃子、日本の餃子と全く同じ味ですよ。はい、というわけで、今から乗ります。ボーディングね、これ11時25分からって書いてたんですけど、普通にもう今11時55分なんですよね。30分くらい経ってやっとボーディング始まったっていう。見てくださいこれ、エアアジア入ってるんですけど、ミストが出てるんですよ。すごいね。はい、うどん谷空港、ラゲッジクレーム、こんな感じです。レーンは2つあるのみですね。結構ね、見えるんですよ、このキャラクター。多分、うどん谷のイメージキャラクターでしょうね。犬。はい、とりあえず、ここでバンのチケット買いました。80バーツで市街地まで行きます。バン乗り場は、建物を出てちょっと行ったとこみたいです。あそこかな、あそこだ。あつ。結構周りの道路は舗装はされてない感じっすね。いやー、やっぱバンコクはすごいけど、地方都市は結構まだこんな感じなんですかね。はい、着きました。うどん谷の中心のショッピングモール、セントラルプラザです。ここでね、ちょこっとまた買い物をして、で、ボーダー国境まで向かいたいと思います。いやー、これオウンデイズですよ、オウンデイズ。この前、ついこの間オウンデイズの社長さんの本読んで、すごいなって思ったんで、なんか東南アジアにあったら一回ちょっと見てみたいなと思ったんですけどね。結構おしゃれで活かしてますね。ほら、店の前でも、多分これタイの俳優さんがオウンデイズのメガネを作るまでのところをこうやって紹介してるっぽいです。はい、次はスマホコーナー来ましたけれども、この V15 っていうバイボの新しいやつ、なんか見たことあるんですけど、記事では日本では多分まだなくて3万円くらいで売ってます。これね、カメラが自撮りするときここから出てくるんですよ。 Yes Like this。 早っ、これカメラ出てきましたね、今。なかなかいいクオリティのカメラが、 Good quality, right? Maybe。 Oh, cute。 Oh, handsome。 Oh, handsome。 いやー、すごいですね、これは革命ですね、これも。めちゃくちゃ服選びで迷っております。 Free size? Big?ビッグだそうです。はい、というわけで、この B2S という本屋さんに入ってみます。何気にタイの本屋さん入るの初めてかもしれないですね。めちゃくちゃ新書が売ってます。当たり前だけどタイ語で書いてるんですけど、例えばこれとか、社内プレゼンの資料作成術、これだから多分日本語を訳したやつですよね、おそらくね。ね、ほらほら、これ中の資料とか見ても結構日本語がちょこちょこありますもん。だからこんな感じの本ってのはないらしいんですよ、ビエンちゃんには。だからこういうの欲しかったら、こうやってビエンちゃんからうどん谷まで3時間くらいで来れるんで、そこで買うと。見てください、これすごい、なんか萌え萌え系の絵の本がたくさんあるじゃないですか。中身なんだろうと思って見てみると、もう小説なんですよ。 ラノベなんですかね。だからこれは少女漫画ならぬ少女小説みたいな感じなんでしょうかね。来ました来ました、これはもう間違いないでしょう。このコーナー間違いないですよ、これもう間違いなく BL ですよ。すごいね、 BL がここにドーンって置いてあるのが、なんか日本とはちょっと違った感じがしていいですね。爽やかですね、絵が全部爽やか。いやー、すごいな。中身どんな感じなんでしょう。中身はなんか、ここの本はさすがに見えないようになってるんです。全部袋詰めになってるんですけど、18禁なのかな。ここはトラベルガイドブックのコーナーですね。日本。ちょ、危ない。日本、東京、大阪とかいろいろあります。
JR パス、あ、外国の方だけが買えるやつですね。日本とか韓国とか、びっくりしたんですけど、神戸単独のやつとかあるんですね。神戸ってそんなに有名なんやな。はあ。いやいやいや、日本のコーナーめちゃくちゃ多いですね。いやで、アフリカとか、ドイツとか。またちょっと日本に関する面白いのを見つけました。スティールジャパンズアイデア、日本の考えを盗め、特攻隊、自販機、ロボット、AKB48 って、なんかいろいろ書いてるんでしょうね。日本のここがええよみたいな。なんか嬉しいですね、こうやって書いてくれてるの。なんか日本によくありますよね、こういうの。アメリカのシリコンバレーのここを盗めみたいな。それが日本でもされてるのかと思うと、ちょっとなんか日本も捨てたもんじゃないなという感じがしますよね。すごい、ここ文房具コーナーなんですけど、普通にクルトカが売ってます。クルトカ、いやー、文房具とかもめちゃくちゃ売ってます。 So what did you buy? みんなの、みんなの日本語 N4、 日本語試験の本ですね。なんだろうこれ、弥生県かな。弥生県っすわ。弥生って書いてたからなんだろうなと思ったら、あら、弥生県安いんじゃないですかこれ。おお、安いっすよ。オートより安い。155でこれ食える、いいっすね。結局弥生県に行きましたね。というわけで何にしようかということなんですけど、もうね、日本と同じくらいメニューがたくさんあるんですよ。えのきバターとかあるんですよね。えのきバターあるのすごいですね。いやー、で意外とね、セットが安いの。これ味噌カツ煮定食が165だから、まあ500円600円くらいですよね、日本円で言うと。とんかつ定食も159バーツだからね、そんくらいですね。いや結構ね安いんですよ。安い、素晴らしい。安いね、安いっすよこれ。ラーメンもあるし、弥生県来たら何でもありますね。いや素晴らしいな。来ました、弥生県味噌カツ定食。めちゃくちゃ早く来ましたね。5分くらいで来ましたよ、頼んで。いやー、しかしこれで600円くらいってすごいな。はい、ご飯食べ終わりました。あれだけ食べて270、飲み物定食アイスと頼んで270でしたね。日本円で言うと1000円いってないくらいです。安っ。タイ安いっすね。相変わらずデパートにいるんですけど、ショッピングモール、セントラルにいるんですけど、すごいなんか安売りされてるめちゃくちゃ服が。ほぼ女性物のコーナーなんですけど、向こうの方には男性物もあったりして、全部100とか150バーツとかだから400円とかっすよ。3倍したら日本円になりますから。すごい、これファーマーズマーケットとかあります。なんか多分有機栽培された野菜しか売ってないみたいな、そんな感じなんでしょうね。おしゃれ売り場が、その食べ物が置かれてるやつがこんな感じなんですよ。なんか野外市場をイメージしたような感じで売られてますね。だけど、まあ、こんなこと言うと正直失礼ですけど、野外市場って、ね、野外マーケットって、タイとかカンボジアで僕が行ったところって結構ね、ハエとかがブンブン飛び跳ねてて衛生的に汚い感じするんですよね。だけど今のここはそんな感じじゃないです。そこがいいですね。すごいおしゃれ。はい、というわけで KFC ケンタッキーフライドチキンに来ております。なんかね、これをお土産として、チーズケーキタルトなのかな、エッグタルトをお土産としてラオスに持っていくみたいです。これユニクロです。タイのユニクロ、タイでユニクロ来るの初めてかもしれないですね。あ、すごい、ユニクロ U とかありますわ。こっちもね、なんか T シャツもグデタマとかちゃんと英語バージョンになってんですね。面白いな。これとかもモンハンの T シャツとか1800円くらいするんで、若干日本より高いですね。 UT とかも、そんな感じです。あ、マーベルのやつとか売ってる。これ可愛いっすよね、マーベル。いいね。はい、というわけで、
セントラルプラザ出て、今から国境に向かうバスへ乗ります。すごい、ここでチケットがあるっぽいですね。おお、はい、これがねバスの時刻表みたいです。バスじゃない、バンですね。次が16時ってことで、だいたい30分おきに出てるっぽいです。ここから2時間ぐらいということですね。はい、1人55バーツですね。こんな感じのバンに乗って国境まで行きます。はい、バスでショッピングモールから走ることで1時間半、ボーダーに着きました。ノンカイボンダリーポストというところですね。なんかデパーチャーターミナルというところですね。はい、無事パスポートコントロールを抜けまして、無事じゃないですけど、あのなんか飛行機乗った時に、タイに入国した時に出すカードの半分のチケットを本当は出さなきゃいけなかったみたいで、それを僕はなくしてて通れなかったんですよ、あのパスポートコントロール最初だから。その半券をまたちょっと発行してもらって、で無事通ることができました。で今こっちが抜けた側ですね。チケットチケットチケットもらった。おお、Already why he took our ticket。 何これ、何これ、これ何、 What's this? Oh my god。 Next。 あ、これ乗るの、え、これ乗るの、え、ちょっと待って、これ乗る、乗るの、これすんごい人だ、何これ。バスに乗って今メコンリバーを越えております。つまりこれが This is border, right? So after メコンリバー in Laos。 このメコンリバーを越えるとラオスでございます。無事バス越えまして、今ラオス側に着いてます。ラオス側出たから今入国審査ですね、イミグレーションチェックイン。すごい数の人がねいますけれども、もうだからなんか週末なんですけど、今今日日曜なんですよ。だから金土日という週末は結構このラオスのビエンチャンからそのタイのウドンタニへ 2、3時間かけて行く人が多いみたいなんですよ。だからちょっと週末は東京行きましょうかみたいな、日本で言う多分そんな感じなんですよね。そういう気軽な感じでもうタイへ行くというか、それが普通になってると。でいろいろ買ってまたラオスに来て、また週明けから仕事頑張りましょうみたいな、それがなんか国の間で行われてるってのが面白いですよ。日本だったらまあ日本でも韓国行って頑張ろうとかあるかもしれないですけど、東京行って頑張ろうみたいな気軽な感じで、ね、やられてるのがこのラオスとタイの関係なのかなってちょっと思いました。今イミグレーション、チェックインのところにいるんですけども、前の大画面ですごいなんかラオスの豊かな自然みたいなビデオが流されてますね。いいっすね、なんかこういうのね。あー素晴らしい。このビデオ見てるんですけど、これ何のビデオかっていうと、タイとラオスの自動労働のビデオですね。ラオスからタイに、人身売買で労働力を売り飛ばすっていう例がありついてるらしいんですよ。この人は多分子供なんか売っちゃいなさいよ、私の子供をみたいな感じですね今ね。でこの多分紫の人が多大なお金を、まあ、困ってる顔をしてる人に差し渡すと、なんだか辛い現実があるみたいですね。本当になんかザ人売りみたいな感じですよね。あ、見てください、ほら、人身売買されてもね、タイでねこんな風にね幸せにみんな過ごしてるのよみたいな、そんな感じですね今ね多分。はい、ついに抜けました、ラオスに入りました。なんかここで、料金を払わなきゃいけないみたいです。タックス、関税ですね、関税をここで払わないといけないと。で関税払った証明書をあちらで見せるというわけですね。これが、関税です、10,000ということで、もう出た瞬間すごいタクシーの客引きがちょこちょこいます。というわけで相変わらずボーダーにいるんですけど、ボーダーのラオスがここからバスに乗ってビエンチャンまで行こうと思うんですけど、バスがもう終わってるみたいな。あ、だけど今バスが見えたんで、多分このね伊勢津のバスがおそらくこれが今日最終のビエンチャン行きのバスじゃないかな。 From the people of Japan と書いてる、これかな、これでしょう。あ、来た来た来た。はい、着きました。とりあえず映画を見ようということで、ビエンチャンセンターの駐車場
降りたところへと来ております。あ、こっちだこっち、これです。来た、ここですね。によって4階着きました。ここは映画館ですね。結構綺麗。うわ、綺麗だな。僕がいた西条の東広島の映画館より綺麗かもしれないですね、ここ。うわ、素晴らしい。無事チケット買いました。1人4万5000円で買いまして、でこれすごいんですけど、これ見てもらったら分かるんですけど、今日上映するやつ全部、ここのシネマで上映するやつ全部アベンジャーズなんですよね。全部アベンジャーズ。これで9時からのやつ予約しようとしたんですけど、今もう9時5分前で全部売り切れっすね。えげつないっす。いや、ちょっと待って、びっくりしました。これ歩いてたら普通になんかドラゴンボールが堂々ドーンと出てくるんですよ。いや、これ見事っすね。すごいちゃんと描かれてる。いやー、いいな。なんかこれ上映10分ぐらい前なんですけど入りました。チケットカウンター入ったところで待つ場所があるんですよね。これがおもろいですよね。チケットカウンター入った後で待つ場所があるってなかなかないですよね。ポップコーンも買っちゃいまして、このポップコーンがね、うまいんですよ。安いんですけど300円ぐらいで、安いんですけどめちゃくちゃうまいですね。クオリティ高いです。シアター5、扉が来ました。扉が入ったらもう普通に入っていい感じっぽいですね。おいよいよっすね。